Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Death Come True. Kita kemarin itu udah mati-matian mulu. Bukan mati-matian berusaha ya, tapi emang kita berkali-kali mati. Dan ya, apakah hari ini kita akan mati lagi, lebih banyak lagi? Gue nggak tahu. Tapi gue sebenarnya lagi rada nggak enak badan, lagi pusing. Ya, semoga bisa mainin game ini dengan baik. Kita langsung masuk ke gamenya aja ya. Yuk. Nggak ada option lain kan ya? So 行こう。 Jadinya sebelumnya tuh pilihan gue udah benar semua ya, rata-rata. やっと俺のするべきことが分かった。どんな結末になろうとも最後にもう一度だけ笑ってほしい。君の笑顔が見たいんだ。それで あなたが泊まっていた部屋って何号室？ちょっと待ってくれ。俺の部屋に行く前に寄った方がいい場所があると思うんだ。寄った方がいい場所？Ambil pistol。君の泊まってる部屋だ。どうして？武器ぐらい持ってるだろう。これから 君を殺そうとしてるやつと対決しなきゃいけないんだ。そうね、分かった。524号室よ。行きましょう。 誠の普段の犯行の手口はいつも突発的で衝動的なんだよな。うん、そうだけど犯行現場は人気のない場所ばかりで、被害者は背後からロープのようなもので首を絞めて殺されていた。被害者はロープや犯人の腕を解こうとするなどの抵抗をしていたみたいだけど、そのまま構わず絞め殺されていたわ。 なんか変な感じ。殺人犯に本人のやった手口を説明するなんて。そうだよな。でもおかげで確信が持てた。行こう。 無事にたどり着けたな。こっちだ。いった、君はここに隠れててくれ。あ、相手に話を合わせてね。できるだけ情報を聞き出すんだろう。 ようと思ったのによく気づいたね。さすが伝説の連続殺人犯唐木誠。じゃあ早速だけど約束した件さっさと始めようか。Apa nih? Harusnya sih don't speak ya. Don't speak deh. Dou kangaita tte ayashi desho. Mukushi na anta ga pera-pera shaberu nante sa. Aikawarazu mukushi da ne. Communication tte kotoba shitteru?で、彼女はどこ？眠らせてるの？連れてきて。ついでに彼女の部屋の荷物も処分しておきたいんだよね。どこかにカードキーがあると思うんだけど。動かないで。動いたら撃つわよ。先輩、どうしたんですか？騙されてますって。銃を向ける相手間違えてますよ。とぼけても無駄だ。もう全部わかったんだ。このメッセージを送ったのはお前だな。だからこそ時間通りにここに来たんだ。お前は幸村茜の拉致および殺害を唐木誠に依頼してたんだ。あることを交換条件にな。Waduh, apa ya? Drugs kah? Tapi buat apa coba? Ini dah coba. Gua antara itu sama yang satu lagi kanan. Tuh kan bukan. Iya. Soじゃなかったはずだ。もっと考えろ。Ini tinggi target. Bukan juga. Hah? Iya. Soじゃなかったはずだ。もっと考えろ。Oh, inilah. What? Ya, so じゃなかったはずだ。もっと考えろ。Aduh, gua otak gua ada error lagi. Kaigai Tobo da. Kimi no Kaigai Tobo no teazu wa, omae wa.唐木誠の海外逃亡を助けることを交換条件に幸村茜を殺させようとしたんだ。いや、juga ya. Aduh. Tahu gue lagi pusing kepala. 先輩、いつまでこんな異常者黙って聞いてて。でもそんな交換条件なんて嘘だった。お前は幸村茜を殺させた後、唐木誠も殺すんだ。そうだろう。しかし、唐木誠もうすうすそれに感づいてたんだろうな。だから、幸村茜殺害の手口だけは他の犯行と明らかに違ってたんだ。彼女は唐木誠の手口はいつも突発的で衝動的って言ってたけど、幸村茜の死にはそうとは思えない点が残されていた。As a holder, the murder victim's gender, the mark on her neck. Ini. Kubiを絞められた後だ。唐木誠の手口はいつも背後から首をロープのようなものを使って絞め殺されていたらしい。らしいって。お前がやったことだろう。その際、被害者は首のロープをほどこうと抵抗していたみたいだけど、そのまま絞め殺されていた。抵抗したってことは、被害者の首にはその形跡が残されていたはずなんだ。しかし、幸村茜の死は違った。彼女の首元にはその形跡は残されていなかった。眠らされたまま殺されたか、縛られた状態のまま殺されたか、とにかく抵抗できない状態で殺されたんだろうな。ちょっと待ってよ、まるで先輩が本当に殺されたみたいに。唐木誠はお前に裏切られるのが分かっていたから、わざと手がかりになるような矛盾を残したんだ。いい加減にしろよ。何の話をしてるんだよ。他人事みたいに自分の犯行を解説して勝手に先輩のこと殺して。殺したのはお前だろ。先輩、いつまでこんな異常者の相手をしてるんですか。言ってることがめちゃくちゃじゃないですか。確かに言ってることはめちゃくちゃね。まるで私が本当に殺されたみたいだし。実際にあの人がそこにいるみたい。私を殺そうとしたの。こいつが勝手にそう言ってるだけ。私があなたのことを探っていたから。探ってた。あなたが裏社会の組織からお金を受け取ってるって情報を得たの。でも噂レベルだったし、あなたは仲間だから私一人でこっそり調べてた。そんな事実ないですよ。その組織の裏帳簿のコピーを手に入れたのはあなたがお金を受け取った動かぬ証拠よ。唐木誠の件が片付いたら上層部に見せようと思ってた。何かの間違いだったらって信じたかったけど、残念だわ。そのコピーってどこに隠してあるわ。彼には見つけられない場所にね。私の思い出の場所に。それがお前の動機だな。そのコピーが盗まれたって知って、お前は幸村茜を殺そうとしたんだ。その金を使って何をしてたと思います？は？情報を買ってたんですよ。凶悪犯罪者たちを追い詰めるためにね。唐木誠がこのホテルにいるって情報だって僕がそういう形で買ったものなんですよ。情報を得るためには資金が必要なんです。その情報のおかげでどれだけの犯罪者たちを追い詰められたと思ってます？どれだけの人間が被害者にならずに済んだと思ってます？違法行為よ。今の特殊捜査官ぬるすぎるんだよ。犯罪行為が日々進化しているように僕らももっともっと進化しなければいけない。それには組織の在り方を変える必要があるんです。そのためには僕が圧倒的な結果を出さなくちゃいけないんですよ。そのためなら仲間の命なんてどうだっていいっていうのか。いや先輩のこと殺そうだなんて思ってないですよ。むしろ僕と共に行動してほしいと思ってるんです。要は勧誘ですね。勧誘。そのために唐木誠に彼女を拉致させたのか。先輩、これは正義のためなんですよ。改心するなら今ですよ。動かないで。大丈夫ですよ。先輩は正しいことのために正しい行動の取れる方なんです。動かないでって言ってるの。撃つなら撃ってください。けど僕がやろうとしてたことはちゃんと先輩が引き継いでくださいね。Watching atau interrupt? Interrupt. So they were rejected. You killed her. Karaki Makoto also killed her. Huh? Doke Ijousha. I'm not going to kill her. Definitely not. Kuji-kun.あなたは道を踏み外した。放っておけばきっともっとエスカレートする。その前に止めないと。そうですか。僕よりも悪人の連続殺人犯のこと信用するんですね。逃げるとは。Apa nih? Through the door, through the window. Gue pengen coba window deh.Iya juga ya, kan kaca nggak bisa di apa-apain ya. Kalau ada error gini deh. Lah, nggak bisa juga. Dia yang jadi monster juga. Kuji-da na, omae ga hacking shite jama shite run daro. Doite. Oh iya sih, dia masih hidup sih. Yamero. Semete no shinsou akiraka ni natta nda. Koko de kanojo to ore o koroshite mo, ore ga soto he dete ikeba, omae o oitsumeru koto ga dekiru. 俺は特殊捜査課に配属されたばかりの新米捜査官で、幸村茜とはそこで知り合った。そのうち仕事以外の時間でも一緒にいることが長くなっていって、初めてプライベートで会ったのがあの日だった。お待たせしました。お腹すいた。お腹すいましたね。それから何回目かのデートで俺は彼女と付き合うことになった。だけどその幸せも長くは続かなかった。その場で別の捜査官になって、俺は彼女の死の報告に納得できなくて、使用許諾お願いします。それで彼女の死の真相を突き止めようと。安全の保証はできません。実験段階のシミュレーターに全てを託したんだ。あなただったのね。俺がわかるの？全部わかったよ。ここがどういう世界で、あなたがどうしてここに来たのかも。ごめん、私のせいで。違うよ、君のせいじゃ。感動の再会だね。いいこと教えてあげようか。この仮想現実世界は唐木誠一人の記憶から作られたんじゃない。幸村茜の記憶からも作られている。つまりここは二人の記憶から作られた世界なんだ。だからここにいる幸村茜は彼女自身の記憶から作られた、いわば本物といえる存在だからこそ、この世界の彼女は裏帳簿のコピーの隠し場所を知っていたんですね。そんな彼女と再会できた気分はどう？嬉しいよね。事件の真相なんかどうでもよくなるくらい。何言ってんだよ。でも残念だけど、現実世界に戻れば彼女はもう死んでいる。誰よりも会いたかった幸村茜はもういない。お前のせいだろ。だったらこの世界に残ればいいんだよ。何言ってるの。愛する者同士でさ、この世界でずっと生きていけばいいんだよ。まさかそのために彼女の記憶を。僕がハッキングでプログラミングを変更したおかげで、幸村茜は君のことを唐木誠としてじゃなくて君自身として認識できるようになった。僕だったらこの世界をもっと広く、もっと過ごしやすく変えることだってできる。そこで君は愛する恋人と幸せに暮らしていけばいいんだよ。ダメダメよ、そんな。時間はないよ。決めるなら今しかない。ハッキングのせいでカムトゥーはぐちゃぐちゃだ。実用化も大きく後退するだろうね。幸村茜と唐木誠の記憶もデリートされる。君が外の世界に出たら幸村茜には永遠に会えなくなる。確かに君にとって僕は復讐相手だけどさ、復讐のために彼女を見捨てるの、彼女を救いたいんじゃないの？彼女の笑顔見たくないの？このタイマーがゼロになったら仮想現実世界と外の世界は完全に遮断される。選べるのは一度きり。やり直しは効かない。さあ、君ならどっちを選ぶ？救いのない現実か、幸せな仮想現実か。Berarti ending ini. Oke, bener. Gue pengen. Gue pengen ini dulu. Kau sendiri tuh kita tino kan? Next time akan kita balas, oke? Omedetou. ようやくハッピーエンドにたどり着いたね。だったら二度と干渉はしない。二人はここで幸せに暮らすといいけど、これは親切心からの忠告だけど、ホテルの外には出ない方がいい。どうしてだよ。ホテルの外はカムトゥルーがコントロールしていない管理外だからだ。外はどうなってるんだ。さあね、どうなっているのかは誰にも分からない。もしかしたら幸村茜たちの記憶をもとに仮想世界が広がっているのかもね。だとしても僕だったら絶対に出ない。もうじきこの仮想世界と外の世界は完全に遮断される。ここは君たち二人の楽園だ。じゃあさようなら。本当言うと、あなたが残ってくれて嬉しかった。でも私はもう死んでるのに、あなたを巻き込んじゃって。俺は自分の意思で残ったんだ。それに君はここにいるじゃないか。でもこんな牢獄みたいな世界で。だったら出てみないか。外の世界にさ。jadi action adventure nih。いい、開けるよ。あなたのことを信じてるから。俺たちはここから出ていくよ。どうぞご自由に。そう言うと思ったよ。あなたが選ぶことですから。Penasaran sih gue sama dunia di luar tuh kayak gimana? Ada lanjutannya nggak ya? Oke, jadi permainan untuk game Death Come True yang pertama kita udahin sampai sini. Ya, ternyata emang bener kecurigaan gue kalau dia tuh menggunakan sebuah alat eksperimen untuk kembali mengulang masa lalu dia untuk melakukan investigasi atas kematian dari pasangannya ternyata. Dan di ending yang pertama ini yang gue pilih adalah untuk stay sama pasangan gue. Ya nggak ada masalah apa-apa. Ya, kita masih bakalan lanjut lagi ketemu di game Death Come True ini. Kita coba ending-ending yang lain dan juga kita alami kematian-kematian yang lain. Oke, thank you banget ya udah nonton. Bye-bye.